ディスプレイや照明など、私たちの身の回りにはさまざまな光が関わっています。最近では省エネルギーの照明として LED がクローズアップされていますが、その LED の中には発光する材料を蛍光体が利用されています。慶応義塾大学理工学部応用科学科磯部研究室では、そんな発光体の研究開発を進めています。私たちの研究しているのはこの蛍光体の材料なんですが、その中で一般的に作られているのは原料の粉と粉を混ぜて高い温度で1000度以上の温度で作っているわけですが、私たちの研究室では溶液の中で蛍光体を作るということをしています。でなぜ溶液の中で作るかっていいますと、普通作るのはミクロンサイズの非常に大きな微粒子なんですが、私たちはナノサイズのちっちゃな蛍光体を作るということを、これまで世界に先駆けて、地道に基盤研究を築き上げてきています。これまでミクロンサイズの蛍光体において良いとされてきた発光効率をナノサイズにおいても発現させるため、磯部研究室では単結晶のように原子の並びを秩序正しくしたナノサイズ結晶を開発しました。またこれに加え独自の処理を施すことにより、さらに発光効率のアップを図っています。普通単結晶で規則正しく並んだナノ粒子でもちょっとよく光らないんですね。でそれは粒子の表面というのは結合が切れている状態なので光らない原因になってしまうんですね。なのでそれをいかに克服するかということが大きな課題で、そのために分子を吸着させてその周りの表面結果をなくしたり、あるいは別の結晶で同じ結晶構造を持っているコアとシェルをこう作って、それで表面欠陥をなくしてしまうということをして、ナノサイズにしても蛍光体の蛍光強度が上がるように僕たちはケミカルデザインをしています。磯部研究室では界面活性剤の分子が集合したミセルをナノ反応場として利用する方法や、密閉された反応容器、いわゆる圧力釜を使って300度以下でナノ蛍光体を作る方法などを提案してきました。特に圧力釜を使って作ったヤグセリウムナノ蛍光体は世界中から注目されています。また蛍光体を可視光の10分の1以下、約50ナノメートル以下にまで小さくすることで、光の散乱がない透明な蛍光体の作成も可能となることから、偽造防止のセキュリティとしての用途や、生体分子との結合によるバイオイメージング、太陽電池の表面にコーティングして紫外線を可視光へ変換させるといった利用など、さまざまな分野での応用にも期待が寄せられています。蛍光体の世界ではやっぱり実用的な部分が非常に強くて、発光の効率とか応用っていうところにどうしても目が向きがちなんですね。で、会社の方々は非常に苦労しながら蛍光体開発されて、使えるものを作ってきてるわけですが、一方でなぜ光らない場合にはなぜ光らないのかと、でそういう原因を考えるってことがやっぱり大学では大切な仕事で、そういう意味で単に応用を目指すだけではなくて、もっとベースになる基盤になるところを、しっかり進めていく。特に私たちの分野では、物理の光的な物理のところと、科学作るところの科学を、融合させて、それで、蛍光体の世界で新しいことができないかということにチャレンジしていますので、物理と科学の融合っていう点に非常に力を注いで、今後も新しい分野を切り開いていきたいと思っています。